Welcome, comrades, to another season of Culture Japan. My name is Danny Chu, and I'm going to be bringing you a full course of Japanese culture. Before we start, I want to offer my condolences to folks who suffered losses in the earthquake and tsunami that hit Japan earlier on this year. I went up to Tohoku, the areas most affected by the earthquake and tsunami, where I spent a few days with the volunteer group Peace Boat to cover their relief efforts.2011年3月11日、東日本はマグニチュード9.0、日本の観測史上最大の地震に襲われました。最大40メートルとも言われる津波が東北の町々を飲み込み、1万5千人以上の尊い命が奪われてしまいました。人口16万人、豊かな海の恵みに支えられてきた宮城県石巻市はこの震災の最大の被災地となり、3000名以上の方々が犠牲になりました。たった1日で出た瓦礫やゴミの量は約100年分。地元の経済の中心だった漁業や水産加工などの産業施設も破壊され、多くの方が仕事を失いました。震災から半年、私たちは震災を乗り越えようとする被災地の人々とそれを支援するボランティアの活動を取材しました。ここは宮城県石巻市中央町。 NGO ピースボートでは震災直後にこの地域への緊急支援活動を決定。3月からいち早くボランティアを送り続けてきました。8月末までに1日平均約200人、延べ6000人がこの呼びかけに応じ石巻へやってきました。作業前に大きな声で元気よく歌を歌ってから作業をするというのは、作業前のボランティアが集まり、みんなでアンパンマンの歌を歌います。彼らの最も大事な役目は被災した方々に元気を届けること。一人のボランティアがみんながもっと笑って過ごせるようにと、避難所でこの曲を歌い始めたのがきっかけで、毎朝恒例の発声練習として定着しました。瓦礫撤去やヘドロの書き出しがボランティアの一番大きな仕事。ヘルメットやゴーグルなど、怪我をしないよう準備も念入りに行います。今、うちが借りてるのはここです。はい。物資がいくつか届きます。ウルグアイから水5リッター2000本、オレンジジュース、4000本っていうのが、ボランティアリーダーが集まる毎日の会議。ボランティアは清掃活動、
炊き出し、避難所での入浴支援や支援物資の配布などのチームに分かれ、さまざまな活動を行います。ピースボートが行っている清掃作業の場所というのは、この中央町っていう、いわゆる町の中心部、あと立ち町、あと駅北、この辺ですね、駅の北側とこっち側と、あとはこの新立っていう春日発祥のこの周りの地域があります、まあ、この辺もそうですね。でこちらから向こうはもうダメになってます、ここだけですね、今、通れるのは。溝もだいたいここら辺、そうですね、はい、全部。やっぱりひどいのは、このラインがやっぱあるんですよね、こちら側の人たちは、もう家が流されてしまってない、全くない人たち、家はあっても、あの津波の被害に遭って、しまっているお家で、こちら側はほぼ地震の被害だけで、そんなに被害は大きくなかったでしょ、で、その住んでた地域によって全然その今の人たちの生活の様子が違ってしまってるんですよね、同じ町の中でも。被害がすごく大きかったので、あの市の機関とか国も追いついてないんですよ、っていうのはその市の職員の人も被災者だし、被害に遭った人たちなので、やっぱりこうちゃんと作業がしにくい、でそこにやっぱり連携しながら、その人たちと連携しながら、そのサポートっていうか、チェボランティアあのが入っていくっていうのは結構大事な今ことになってます。今日はその清掃作業っていうのはどのようなところ、なんか人の家の中で、人の家がの清掃っていうのはだいぶ終わり始めてるんです。家がきれいになった後に、家で生活するためには食事とか全部しなきゃ、生活するためにシャワー浴びなきゃいけないとか、でその使った生活排水が流れる溝が埋まっちゃってて今、で、溢れてきちゃうんですよね。でそれをあの、まあ、市の方にもお願いしたりしてるけれども、それではなかなかもう時間がかかってしまって、家で生活がちゃんとできないから、あのボランティアの方に話が来て、そこの清掃というのを行って、水が流れるようにする。ボランティアによる清掃活動などによって、商店街は徐々にきれいになっています。それでも、津波が残した傷跡は大きく、今後取り壊されてしまうお店もたくさんあるそうです。ボランティアによる道路脇の側溝清掃、目に見えない至る所にもヘドロは入り込んでいます。町の排水機能が元に戻らない限り、家庭や商店からの水は道路にあふれ出てしまいます。夏になり、炎天下での肉体労働、ライフラインの回復にもこういったボランティアによる一つ一つの作業が必要不可欠です。あの京都のピアノ技術学校から学生さんが来て、お手伝いしてます。どうもこんにちは。こんにちは。で、どういうふうに汚れたかというのをちょっとご覧ください。このようにこのように泥なんだ、今やってるやつがこれ今朝出しました。災害を受けたままの状態ですね、はい、でこれをまあ再生して、まあ、また使用すると、今あのこういうふうに網がこんなふうにきれいになります。きれいにします、学生さんたちのボランティアで、もう新品と同じぐらいになります。ここまでどのぐらいの清掃が必要なんですか。1ヶ月以上ですね。とっかかってから 2ヶ月目ですけど、なかなかオープンするのに時間かかりましたね。エフェクターだとかああいった基板類はほとんどダメですね。まあなんとか今店の現状回復にかなり時間かかりますけど、一応お客さんに対応できる品は揃えてね、徐々に
内容実していこうと思ってますね。バイス・シュバルツ、エンジェル・ビーツ、死後の世界の数奇な運命がバイス・シュバルツで再び鼓動する。エンジェル・ビーツエクストラブースター好評発売中。ブシロード、カードファイト、ヴァンガード、ブースター第3弾、闇の力襲来。光さえ喰らう漆黒の闇に君は立ち向かえるか。ブースターパック魔皇襲来、好評発売中。ブシロード。ボランティアが生活する石巻専修大学災害ボランティアセンターが設置され、全国また世界中からこれまでに約15万人のボランティアが駆けつけました。ピースボートのボランティア本部でもある石巻市中央町の居酒屋鉱山、厨房を借り受け1日最大2000食の炊き出しをここで作っています。限られた食材の中、栄養バランスも考えて毎日の献立が決まります。作られた料理は避難所や被災した地域へと運ばれていきます。世界中から集まった民間の支援物資、水や食料、子ども向けのおもちゃや衣類の数々、そしてボランティアの活動道具などは分類され、毎日各地に届けられています。門脇地区、津波で流され使えなくなった車が山積みになっています。石巻市だけで2万台に上る車が流されたそうです。
So I am in the middle of this huge field where they've basically brought all the cars that have been like floating around Ishinomaki and just basically piled them up over here. I've never seen anything like this. If you look over here, I mean, these cars have just been like crushed by the water, by the pressure of water, the tsunami. And if you ever look at over here as well, it's absolutely incredible. So occasionally, like owners, some of these car owners, they would go to the local ward office and say which, you know, give their number, their license number and so on. And basically they know where all the cars have been piled up. So there's like three of these different places. And when they pile these up, they actually take notes of all these the license plate numbers, and they just stack them up. And so the owner comes along, you know, he may check his car. And usually what happens is that he or she just tells them to basically get rid of it, dispose of it, or just leave it like this. Right, so I'm in the middle of Onagawa right now, and there's nothing left. This building is actually on its side, being knocked over by the tsunami. This is like what you only see in films.石巻市立門脇小学校。地震による揺れ、津波、火災、すべての被害を受けた場所です。震災当時、授業を行っていた生徒や教師のほとんどは高台に避難することができましたが、7人の児童が死亡、行方不明となりました。So I'm in the a part of Ishinomaki, which has been the most hit by the tsunami. And as you can see over here, there's hardly anything left. Just be careful. This looks like some sort of factory over here. So apparently what happened is that lots of oil from the factories was like washed with the tsunami, and it came over, and some of that caught fire, and which made the situation worse. Ishinomaki's 隣町、女川。清掃活動を行う建物すらないほど、津波は町を丸ごと飲み込んでしまいました。東京のどちらですか？東京の調布という。ああ、はいはいはい。はい。今もう2ヶ月ちょいになるんですけど。はい。とにかく作業だけじゃなくて、やっぱりこの
もっとひどい地域っていうのをいろいろ見てほしいっていうので、うんうん、彼がやっぱり帰る作業終わって帰る日の最終日はこうやってお腹に行く時間を取って、うん、バスをわざわざ回して、うん、時間を取ってやってるんですよ、うん、復興には長い時間がかかる。現場に行って作業を一つでも進めて元気に挨拶をして、ニュースや報道が減ったとしても現場ではまだやることがある。そう心に刻んだボランティアはまた時間を作って石巻、女川に戻ってきます。一日も早い復興のために。俺はヴァンガードのキャンペーンで全国のショップを回っていた。よろしくね。ヴァンガローで、ヴァンガローで。チャンピオンのダイゴがヴァンガードを広めるためにやってまいりました。たくさんのみんなにヴァンガードをやってほしい。ヴァンガードファイトしようぜ、ブシロード。ヴァンガードをよろしくね。ヴァンガード、ここから僕らの戦いが始まったんだ。秘めた力、荒ぶる竜たちの魂を解き放つ。襲来する闇の力に立ち向かい。そして新たな勢力の侵食が僕らの前に立ちはだかる。君はどう戦う？ブースターパック好評発売中。ブシロード。根っこからこう助けてやるっていう思いの人たちから、まあ、中間、まあ、金融から、うん、あとやっぱりメディアから、うん、全部一体になってもらわないと、うん、こんだけの被災は簡単には復興できない、うん、一見見た感じはわあまずいったと思っても、うん、まだまだなんだよ本当はね。フィギュアメーカーとか、そう何かしようと思ってすごい時間かかるの。だからまずは義援金をね、その寄付しよう。でそんなにね多額にはできないけど、マックスファクトリーとウッドスマイルで1000万の用意をしてすぐに寄付をして、同じような気持ちでいつもいる、僕たちの周りのライセンサーさんとか協力させてもらって、
ブラックロックシューターとね、それから今回だとこのリンとレンとか、あと最初のね、うん、天使さんはもうグマ子ちゃんに頑張ってもらったりとか、ミクってさ、なんかいろんな人にとってこうすごい元気がもらえる女神様みたいな、これのこう応援バージョンみたいなのをすぐにご案内させてもらったって。応援ミクさんとかってあの旗にこう書くとこがあるね、メッセージを。でそれにこうメッセージ書いてミクに持たして、で写真を撮って送ってくださいみたいな企画もあったんで、それにはねやっぱり日本の方がもちろん多いんですけど、いろんなとこから来てますよ。3000円のうちの1000円3000円で売ったうちの1000円を寄付させていただきますよっていう企画だったんですけど、それの寄付額だけで7480万ぐらい、ね、になって、でそれを、まあ、できるだけ早くっていうことで、まあ、支援団体に寄付をさせてもらって、生活したり楽しんだりするお金の中からね、こうやって分けてくれてるんで、心強いというか、うん、みんなやるじゃんみたいな、うん、感じがしてすごくいいなと思ってます。ブシロードの社長、木谷隆明さんは避難所で生活する子どもたちへカードゲームのヴァンガードなどを届けるために被災地を訪れました。いいよ、赤いのもらった。赤いのも、あ、どうぞ。いや、これいっぱい持ってるね。ありがとう、これ入った、はい、ありがとう。If you are interested in volunteering with Peaceboat, then just check out the following resources. Or just do a search for Peaceboat. English speakers are also welcome. Come along to culturejapan.tv where you can find loads of behind the scenes coverage, and we're giving away jobs. Yeah, jobs! But if you've already got a job, come along to win some figures instead.